このチャンネルでは弊社の物件をご紹介しています。仲介手数料は一切かかりません。さらに独自の特典もあります。お問い合わせお待ちしております。プレジオ賃貸マンション大阪、今日はプレジオエビエをご紹介いたします。今日は JR 東西線のエビエ駅にやってきました。なんとマンションはここから1分ですので、歩いていきましょう。はい、プレジオエビエ到着いたしました。はい、本当に松田さん、駅から近かったね。近かったですね。本当にエビ駅から1分もかからなかったです。横断歩道1つ渡っただけで、うんうん、こちらのマンションは駅前なので、生活に必要なものは全て揃ってます。はい、ちょっとまだプレジオエビエ建築中なので、完成予想図をどうぞ。こちらのマンションはヨーロピアンスタイルとなっており、ブラウン基調のマンションとなっております。ガラス手すりとの間に色のトーンを少し落としたタイルを使用しております。エントランスについては暖炉と棚を掛け合わせた壁面装飾が施されています。エントランスがラグジュアリーな空間に仕上げられていますね。それでは中に行ってみましょう。こちらがお手洗いになっています。でこちらがシュークローゼットになります。シュークローゼットも、壁がしっかりあって収納たっぷりですね。ではお部屋の方参りましょう。まずは浴室、三面鏡がしっかりあります。そして浴室はお風呂大きいですね。しっかり16インチの浴室テレビも完備されています。洗濯機置き場もしっかりあります。次はキッチン行きましょう。キッチンはしっかり2口コンロもあって、まな板置くスペースもあります。そしてここが冷蔵庫置き場です。奥行きもしっかりあります。ではリビングに参りましょう。こちらのリビングが約12畳になります。アクセントタイルと採光取り入れる仕組みもしっかりあります。そして次が約6畳の洋室が隣にあります。洋室にもエアコンが設置されています。では洋室のクローゼット、しっかり両開きで大きいですね。ではちょっと天井の高さを計測してみたいと思います。 2.782m あるということです。ちょっとじゃあお部屋の幅測ってみましょうか。はい、なんとお部屋の幅は 5.249m あるそうです。そしてこの A タイプのお部屋には大きい窓が2つついています。はい、ということでプレジオエビエ A タイプ 1LDK のお部屋を紹介いたしました。次は B タイプワンルームのお部屋に行ってみましょう。こちらはブラウン基調 B タイプのお部屋になっております。お風呂やキッチンなどはほぼ同じ作りなのですが、こちらのお部屋はなんとワンルーム約15畳となっております。ワンルームでもこれだけ広いと快適に過ごしていただけそうですね。はい、今日はプレジオエビエをご紹介いたしました。
プレジオエビエには3つのお部屋タイプがあります。今日は 1LDK のお部屋とワンルームのお部屋を紹介させていただきました。ではここで物件のおさらいです。プレジオエビエが気になった方は動画の概要欄からお問い合わせお願いいたします。また動画がいいねと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。